んばんは。めちゃめちゃなんか顔疲れてない？今ご飯をさっき食べてきて友達とで、ドラマ見てて夜食食べたいなって思って、で夜食ちょっとね今お寿司がね急に食べたくなって、お寿司とあの本当にねみんな大好き蒙古タンメン先生、こちらをねちょっと食べたいと思うんですけど、なんか雑談しながら食べようかなって思って、で何がいいかなって思ったんですけど、もうねずーっと結構前から喋るって言って一向に喋らなかった話をしたいなって思うんですけど、まあちょっと結構昔言っても、まあ4年前ぐらいなんですけど、前髪邪魔でこうさせてもらってます。4年前ぐらいの話なんですけど、ちょっと一旦お寿司を開けますね。私はね炙りサーモンが大好きで、炙りサーモン2個と普通のサーモン2個とマグロ、てか大トロと卵を頼みました。一旦食べますね。お腹すいた。いただきます。炙りサーモンからいこう。お寿司久々に食べた。サーモン、うまい。うんうん、うん、私の世界一大好きな納豆入り蒙古タンメン、はあ幸せ。そう今日はねちょっと何の話をするかっていうと、なんださっき何で止まってたっけ、あ4年前みたいに言ってたか、そう4年前ぐらいに私が初めての開示請求、初めてって言っても最初で最後の開示請求をちょっとしたことがあって、で何個かね開示請求をしたので、まあ、やっぱり複数人の方がやってたよみたいな感じでねちょっと通知をいただいたんですけど、その中に友達がいたっていうちょっとした事件がありまして、てかやばくない、もう最高なんだけど。でまあ最初にちょっと言っておくと、あまりね詳しく話しちゃったら、まあ特定とかはされない、100% されないとは思うけど、でもまああまり言いすぎると良くないなっていうことで、ちょっとふわっと話すかもしれないんですけど、そこはちょっとごめんなさい、先に謝っときます。で、まあまずね、なんであの開示請求をしたかっていうと、まあちょっと一旦その話の前に一旦中本いただきます。このね、糖がやっぱね、大事ですからね。でまずごめんなさい、食べてるからちょこちょこ途切れるかもしれないんですけど、まあ、まずねなんで開示請求したかっていうと、4、5年前、もうちょっと前からかな、まあちょこちょこいろいろね書き込みとかがあったりとかしてて、今もあるかわかんないんですけど、その当時って私も自分に自信がなかったりとか周りの目とかすごい気にしてて、逆に私も誰かのことちょっと妬んだりとか嫉妬したりみたいな、そういう気持ちがあったからこそ、気になってたって言ったらあれだけど、誰か書いてないかとか何を書いてるのかとかすごい気にしてて、気にすぎて話が進まない。で、まあその掲示板だとか、まあインスタのコメントとかにもたまに、ってかもう結構 DM とかね来てたりとか、もうその度全部スクショして喧嘩越しに、今更だから言えるんですけど、私全部 DM とか返してて、いや話あるなら電話してきてくださいとか、直接会いましょうとか、今思えばちょっとね私も恥ずかしいんだけど、その当時って本当に敵対心っていうか、全てのことにイライラしてて、何かあるたびイライラ、だからもうそういう DM とか来るだけで、はあムカつく、いや誰ですかみたいな、いや話あるなら直接言ってきてください、匿名なんかで言わずに、今まあ敬語で話してるんですけど、その DM とかでは結構口も悪く言ってたりとかしてて、開示請求しますからみたいなとか、まあやったりとかしてて、でまあそれが半年1年ぐらい続いてね、やっぱりその書き込みってバーってあるけど、その中でも何この情報みたいなとか、あとちょっと個人情報みたいなのが書かれた時があって、これ身内だけしか知らないんじゃないかなっていうぐらいの個人情報が書かれてたりとか、あと
幼児に対する誹謗中傷とかそういうのって結構ムカついてたから、当時って、まあ今もムカつくんですけど、その当時はもう100倍、今の100倍ぐらいムカついて、誰がブスだよみたいな感じのモードに入ってったので、まあそういう誹謗中傷とかももう全部うざいしみたいな感じで、ちょっとまとめて身内に弁護士の方がいるので、その身内の方に相談をして、でそしたらそういう掲示板とかあと DM のマスク書とか全部送ってくださいって言って、でこっちで誹謗中傷の対象になるものはリストアップしておきますって言って任せたのですね。任せたのですね、やばい、任せたんですね。その中でも私がこれだけはちょっと開示請求してくださいみたいな感じで言ったものの 50% ぐらいが開示請求できるって言われて、でそれって今だったら法律とかも変わったから 80% ぐらいは開示請求できるっぽいんですけど、でもその当時はまあまだし 50% ぐらいしかできないって言われて、まあそれでもいいのでやってくださいって言って調べてもらってね、まあ、そしたら私の予想的には、まあ、学生さんとかかなって思ってたんですよ。でも主婦の方とかもいたりとか、まあ、主婦の方も最初、まあ、その IP アドレスとかを調べてってなったら、その契約者の名前が出てくるんですけど男性の名前だったんですね。だから男性って思って、で、まあ、後々調べたらその旦那さんの名前で契約をしてて、なのでその最初にね出てきた名前が旦那さんの名前だったんですよ。で主婦の方って思って、まあ、視聴者さんの中にも主婦の方はまあたくさんいるかもしれないんですけど、まあ、その当時は結構驚いて、もちろん学生さんとかもいたりとかで、その中にももう一つ男性の名前があったんですね。で男性の名前があって、でも名字がちょっと見覚えがあったんですよ。っていうのもそんなにもうめちゃめちゃいる名字ではなかったので、佐藤さんとか鈴木さんとかじゃなくて、いるんだろうけどそんなにめちゃめちゃメジャーな名字ではなかったから、ん?って思って、で調べたらその友達もお父さんの名前で携帯を契約しててっていう感じで、で知ったんですけど、驚くじゃないですか、え?みたいな。どれぐらい仲良かったかとか、まあ、言わないんですけど、本当にびっくりして、で言うか言わないか迷ったんですよ。そもそも向こうには通知が届いてるとは思うんですけど、でもこれ私から LINE するべきなのかみたいな。でもなんで書いたか気になるなって思って、で後日話すことになって、もちろんメール LINE で話すことになって、で、まあ、変えた理由を聞いたら、まあ、私のことは好きだけど私の私生活がちょっと充実しているように見えて、まあ、充実してて、それに対して嫉妬とかしちゃったっていう言い方をされて、ん?と思って、まあでもやっぱりそういう書き込みする人とかって方法っていうか全部嫉妬じゃないですか。嫉妬だと思うし、私は直接誰かの掲示板に書き込みとかは直接はしたことがないけど、でも昔の自分とかを振り返ってみたら、あ、やりかねてなかったなっていうぐらい本当にその全てに対して嫉妬とかイライラとかしてたから、まあその嫉妬だろうなとは思ってたんですけど、でもいざ直接言われたら、あ、そうなんだみたいな。でもしかもな、友達、その友人にされて、友人だとは思ってなかったから、え?みたいな。まあもちろんそこから縁を切ってっていう感じで今は関わりはないんですけど、でもまあ本当にごく身近な周りの人とかに相談とか、あとまあ弁護士さんとかも言ってたんですけど、結構身内の犯行が多かったりするんですって。例えばあの夜職の人とかだと同じお店の女の子が書いてたりとか、そういうケースってめちゃめちゃあるらしくて、だからこれは珍しいことではないよって言われて、あ、そうなんだって思って。でもまあ、その友達も含めて、私は別にお金目的でその開示請求をしたわけではないので、示談にはしたくなくて、その当時ももう民事裁判してやるみたいな感じでもうメラメラしてて、まあでも結局その民事裁判って言っても時間もめちゃめちゃかかるしみたいな感じで、もうそのね、その民事裁判をするまでにもいろいろな過程があるので、まあ結果全て示談っていう形で終わらせたんですけど、プラスその直筆の手紙っていう形で終わらせたんですけど、でもやっぱり、まあ、その全ての人に理由をなんで書いたか聞いたら、まあ、やっぱり嫉妬とか妬みとかだったんですね。分かってはいたけどなんで書いちゃうんだろうみたいな。
今思ったらそう思いますね。例えばね、お金がない方とかだったとしても、あの差し押さえとかもできるので、お金ないとかは通用しないんですよ。プラス職場の方に連絡が行くかもしれないしとか、そういった全てのリスクをかん、あんちゃんがもう怒ってます。はい、全てのねリスクを考えた上で書き込みをしているのかなって疑問に思うんですね。かわいい、怒ってます、すごく。まあね、その今4年が過ぎて、で、まあ、今思うことは、今とね、その昔、その4年前って全然私の心境というか、その考え方も全く違うんですね。まあそのさっきも言ったように、自分の人生に満足していなかったっていうか、充実していなかったんですね。なんか幸せじゃなかったみたいな。で、その当時は楽しかったけど、今思ったら幸せじゃなかったんだろうなっていう感じで、だからこそ本当に周りの目とかも気にしてたし、人のこと妬んだりとかっていう感情とかもあったし、うん、うまい。ね、私がそういうのを気にしなくなったっていうか、今一切本当に1ミリも見てないし、1ミリもエゴサもしてないんですけど、まあそれが本当にそういう事件が起きてから、まあ、3年前ぐらいに、まあ、韓国に完全移住することになって、そこから本当に自分の人生とかも充実し始めて、本当に幸せだなみたいな思い始めてから、全く人の意見とか、まあその悪い意見とかも気にならなくなって、そっからですね、あの何にも検索とかしなくなったのは、まあ、本当に暇さえあれば友達とスクショとか送り合って、いやこんなん書かれてるんだけどやばくないみたいなとか送り合ってたんですよ昔は。でも本当に一切見なくなって、だから今もっとねひどいことが書かれてるかもしれないし、わかんないんですけど、でも、まあ、その目に入らないから気にもしないというか、まあそのどうでもいいっていう感情に初めて慣れたっていうか、むしろ見たくないみたいな。自分の人生に必要ないものは目に入れたくない、わざわざ自分で見て傷ついてってしたくないなっていう感情になって、まあもちろんね書かれることは嫌ですよ、嫌ですけど、本当に私生活で別に関わるわけじゃないしなみたいな。その友達はあの例外として、別に私生活で関わるわけじゃないしいっかみたいな、でもいいかみたいな。まあ、ただそのごくたまにこういうこと書かれてましたよみたいな感じで、すごい優しい方が DM をくださることが多々というか、まあ、最近はたまーに本当にたまーにあって、昔って結構送られてきたんですけど、スクショとかでも最近は超たまにですね、まあ、Twitter でこういうこと書かれてますとかで、そこで初めて知るみたいな、え、こんなん書かれてんのみたいな。でわざわざその開示請求してやるみたいな感じではないですけど、ただ本当に事実無根なこととか名誉毀損とか、なんだろうな、まあ、ちょっと前で言うと、例えば私がねアンジュアリーっていうブランドをしているんですけど、そこでの一番人気な帽子があるんですけど、その帽子っていろいろねつばの長さだったりとか、その丸みとか、そういうのでなんか結構みんながこれめちゃめちゃ小顔に見えるみたいな、顔がちっちゃく見えるすごいみたいな、本当に頭の形まですごい綺麗に見えるみたいな感じでみんなが言ってくれて、小顔キャップ小顔キャップってすごいね大人気な商品なんですけど、多分その方は、まあ、小顔キャップって言われてるイコール帽子を大きく作ってるって勘違いされたとは思うんですけど、私のブランドの帽子すごい大きいしみたいな、誰がこんな帽子かぶるのみたいな、もっとひどいこと書かれてたんですよ、多分忘れちゃったんですけど、帽子を大きく作ってるみたいな言い方をされて、だからなんかすごい大きい帽子がみたいな、ブカブカなんだけどみたいな、誰がこんな帽子かぶるのみたいな感じで、ちょっと内容ごめんなさい忘れちゃったんですけど、大きく作ってるからなんかその小顔キャップって言われてるんだみたいな感じの言い方をされて、でも別に頭周りの大きさとかってもともと型とかあるから別ブランドさんとかのものと一切変わらないんですね。まあ後ろでこの調節すればいいだけなので、だから何を言ってらっしゃるんだろうと思ったけど、まあでもそういうのってそれを見た人は、あ、ここのブランドの帽子ってだからなんか小顔キャップって言われてるんだとか、え、大きく作ってるのとか思われて、例えばブランドのイメージが下がるとか購買率が下がるとかっていうのも、まあ、これもその開示請求のあれにはなりますよって言われたんですね。だけどまあいいですみたいな感じでしなかったんですけど、まあ例えば容姿のこと言われたりとかだとどうでもいいんですけど、そのブランドとか私が一生懸命やってるのにそういうことを言われたりするのはすごく悲しいなって思うので、今後別にまたその見たりとかわざわざ自分からね、まあ、調べたりとかすることはないですけど、でもたまたま目に入っちゃったとか、たまたま送ってきてくれてそこをそれを見たとかの中にそういう
イメージダウンにつながるものとか本当に事実無根なものがあったりしたら、まあ、その時はまた開示請求してみようかなとは思うんですけど、だからみんなしないでください。幸せに行きましょう。幸せになったら本当に人のことってマジでどうでもよくなるんですよ。仲いい人とか以外、あとまあ自分のことを好きでいてくれてる人以外は本当にどうでもよくなるんですね。だからまず本当に自分の人生を充実させることって本当に大事だって。当事者の話じゃないのになんでそんなに体力を使うのみたいな、時間の無駄だよって本当に思うし、だったらその時間に自分の趣味を見つけたりとか、まあ、例えば自分の大切な人と好きなことをするとか、何が楽しいことできるかなとか、そういうことを考えた方が本当に有意義な時間になるし、他人の人生より自分の人生を本当に大切にしましょう。今もし書き込んでる人がいたら本当に思う。だってね、それでさ本当に気にしない人なんて多分いないじゃん。本当に気にしないみたいな、もう何を書かれて何を見ても1ミリも気にしませんみたいな人って多分いないと思うの。まあそういう人は見ないとかいう風にもするとは思うんだけど、でも私みたいに見なくても例えば DM で来ちゃうとか、たまたま目に入るとかっていうのも、私レベルでそんなあるんだったらもっとさ、その有名な人とかもっといろんな人、芸能人の人とかってもう嫌でも目につくわけじゃん。すごいなって本当に思う。それでさ、本当にさ、心を病んでしまった人とかがさ、どうなっても責任取れるんですかって感じだし、絶対そういうのってさ、心に一生残るじゃん。でもまあ、やっぱりその4年前、初めて開示請求をしてみて、本当にどんな人が書いてるのかってすっごい気になってたから、いい機会ではあったかなって思います、私的にも。その1回きりなんですけど、やったのって。でも、本当にどんな人が書いてるかとか、まあ、年はいくつなんだとかっていうのも分かったから、あ、なるほどって思って、だからなおさら気にならなくもなったのかなと思います。もちろんその友人に書かれたことは本当にショックだったし、まあその赤の他人に書かれるよりも、まあその友人に書かれたっていうことが100倍ぐらい、本当多分日にならないぐらいで結構落ち込んだし、でもそれを私がその時開示請求しなかったら、今でももしかしたら仲いいかもしれないし、今でも書き続けてるかもしれないし、だからその時に知って本当に良かったなって今では思います。まあそういう人だったっていうね、認識とか、まあその私とは縁がなかったんだなって思って吹っ切れたし、なのでね、まあその本当にやめましょう、みんな嫌なことを書くのは。私の最近の趣味は映画館に行くことと、あと旅行に行くこととペントハウスを見ることです。ペントハウスさ、ずっと見ろ見ろって言われてて、今やっぱ日本でも流行ってるじゃないですか。もう終わった時期、私がすごい乗り遅れてるんですけど、やっと見てめっちゃ面白いと思って、本当に一日中家に引きこもって見てます。最近はもうそういうのが本当に幸せだし、まあそのワンちゃん、今後ろで寝てるんですけど、ワンちゃんと、どこにいるんだ、私で隠れてるかな、まあ、ワンちゃんたちといるのもすごい幸せだし、本当にね、幸せなことを見つけることが幸せって感じかな。なんかちょっと今のキモいね、ポエマーっぽい。まあね、とにかく本当にみんな幸せに行きましょう。幸せになろう、本当に。って思う。ポジティブな人ってさ、本当に見ててさ、こっちもポジティブになるし、例えばなんかさ、会って負のことばっかり、しっかり言う人っているじゃないですか。人の悪口ばっかり言う人とかって、もう本当にそういうのってもう最近は頭痛くなるので関わらないように一切してるんですけど、そういうのをしてからより自分の人生っていうか自分の周りも充実するようになったかなって思う。から私は新たな趣味とかをも見つけたりとか、あとまあ自分の仕事を頑張ったりして、またポップアップとかしてみんなと会える機会を作ったりとか、やっぱりね、ファンの子に会ったりとかすると本当に幸せな気持ちになるし、ポジティブになれるっていうか、本当に綺麗事言ってるんじゃなくてリアルに本当に、あ、幸せって思うんですよね。あ、私のこと本当にこんなに好きでいてくれる人がこんなにいるんだみたいなとも思うし、だからね、いっぱいポップアップとかしてみんなに会える機会とかもいっぱい作っていけたらいいなって思ってます。まあちょっとね、長くなったんですけど、今からちょっと蒙古タンメン少し残ってるので、蒙古タンメンの続きを食べながらペントハウスを見たいと思います。はい、幸せてな感じで、こんなことがあったよ昔っていう出来事の話でした。またね、ちょっと雑談とかしながらご飯とか食べたりとかしたいと思います。みんな幸せになろうね。バイバーイ。